はい、どうもいちです。今日はねいねいねいをしてもミックス化しない理由についてお話をしていきます。結論から言いますと、ボイストレーニングのですね、順番をはしゃりすぎてるとねいねいねいでもミックスしません。はい、で、もうちょっと詳しく言うと、喉が上がりすぎてる人、もしくはすぐ喉が上がっちゃう人っていうのは、ねいねいしてもミックス化しないです。はい、で、どういうことかというと、説明していくんですけど、ですね、ボイストレーニングってめっちゃ大きく分けて、2段階に分かれるんですよね。で、1段階目が、地声とか裏声とか、横隔膜を使った、体を使った発声っていうものをちゃんと作っていく。これが、第1段階目です。もうこの時点で喉をある程度開くとか、軟口蓋に響きを当てた裏声を出すとか、幅広い音域をある程度出せるようになるっていうのが第1段階である程度できないといけないんですよ。で、第2段階で何をするかっていうと、第2段階でネイネイネイとかエッジボイスとか声帯をこうまとめる練習ですよね。声帯の閉鎖を維持しながら高いピッチまで進展させていくっていう、ミックスボイスの練習をやっていくっていうのが、大体セオリーなんですよね。なんですけど、ネイネイやってうまくいかない人っていうのは第1段階の練習を全然せずに第2段階のミックス系の練習ばっかりやっちゃってるんですよ。はい、なので今回はこの第2段階のミックス系ばっかりやっちゃってる方の、改善策、課題向けた改善策動画ということで、撮っていこうというふうに思います。今のうちにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ早速いくんですけども、大きく分けて原因は3つです。はい、1つ目、横隔膜による加圧を知らない。2つ目、喉のポジションを下げる筋肉が弱っている。3つ目、全部鼻にかかる。はい、どれかに当てはまる方、もしくは気になる方は、最後まで見てください。1つ目、横隔膜による加圧を知らない。これどういうことかって言いますと、横隔膜っていう筋肉があるんですね。で、横隔膜ってどこにあるかって聞くと、大体皆さんが横隔膜のポジションを知らないんですよ。で、大体お腹ら辺ですかねって言うんですけど、お腹に横隔膜はないんですね。横隔膜ってどこにあるかっていうと、この肋骨のこの下の部分、この肋骨の下の部分にこういうへの字でくっついてます。で、息を吸うと肋骨がこういうふうに左右ちょっと上かなに広がるんですよ。で、広がると横隔膜がそれにこうしてこういうふうに開くんですね。これ開く、肋骨が開いて横隔膜が開くっていうのが呼吸の、原理なんですね。で、加圧っていうのは何かって言いますと、声をハッって吐った時に声帯ではなくてハッハッ、声帯にも閉鎖は入るんですけど、はあああはあああ、しっかりとお腹、体に力を、こう体にこう支えを、入れられるようになってくると、こういうふうに太い声だったりとか、強い声、しっかり音圧のある声が出せるようになってくるんですね。で、この加圧っていうのは横隔膜をまず吸って広げます。で、広げた状態、この広がった状態を維持しながらしっかりと声を張っていく。この支えながら声を張っていくっていうこの2つが、共存できてないと、こういうふうに体を使った太い声だったり、声帯閉鎖に依存しない発声というのができてこないんですよね。はい、で、この横隔膜をしっかりと広げて維持しながら声を張っていくっていう、状態、しっかりこの横隔膜、声帯から下にかかる圧力を、専門加圧、加圧って言ったりもするんですけど、この加圧を使って地声発声、裏声発声をするっていうのを、できてないと、高いピッチに地声が上がっていく、裏声の息が上がっていくにつれて喉が上がっていって細い声しか出なかったりとか、全部鼻にかかっちゃったりするんですよね。なので、この1つ目の横隔膜による加圧をしっかり作っていくっていうのが鍵になってくるってわけです。はい、で、これ僕の体感上、独学でこの加圧ちゃんとできてる方、100人いたら99人はできてないです。で、僕もまだ全然まだまだっていう感じでトレーニングは積んでるんですけど、この加圧がすっごい入ると、どういう風なメリットがあるかっていうと、ロングトーンを、ビブラートとかをかけずにスパーンって張れるようになるんですよ。で、最近のアーティストだとバウンディさんとか、ワンオクのタカさんとかがすごいので、ちょっと見てみてください。で、次2つ目はですね、はい、動画の途中にごめんなさい。今ですね、最速上達2021というですね、電子書籍をプレゼントしています。こちら無料でプレゼントしています。どういうものかと言いますと、アマチュアの方に向けた、腹式呼吸からミックスボイスまでのこの基礎トレーニングを組み合わせた内容ですね。ミックスのコツとかじゃなくて、もうちゃんとこう腹式呼吸からどういう風にトレーニングを積んでいけばレベルの高いちゃんとしたミックスボイスになるのか、
いい歌が歌えるのかっていうところまでのこの一連の流れをトレーニングでまとめているものが最速上達2021でございます。もう今の動画もご覧になってくれてると思うんですけど、もう正直めんどくせえよと。もうなんか自分で動画を一歩一歩探してみるのがめんどくさいとか、なんか自分で情報収集してるけど何が自分に必要かわからないよっていうあなたはですね、こちらの PDF 見ていただければ全てね、必要な基礎が、大体ある程度は載ってると思います。載ってないところは、メルマガとかで読み合わせをしていくつもりなので、ぜひですね、今のうちにこの最速上達2021をですね、受け取ってみてください。無料で今なら見ますので、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあすいません、動画の本編どうぞ。で、次、二つ目はですね、喉のポジションを下げる筋肉が弱っているです。はい。で、これもですね、まあ、ミックス系の練習とか、高い声を出したい、音域を伸ばしたいっていう、まあね、世間一般のそういう流れの弊害でもあるんですけど、基本的に裏声の練習とか高い声を出し続ける練習っていうのはやっぱり喉の位置が上がります。この喉のポジションですね、ここに甲状軟骨っていう軟骨があるんですけど、この中に声帯が入ってます。で、この甲状軟骨のポジションを上に持ち上げたり下に引っ張ったり、もうちょっと言うとこっち側に引っ張ったりこっち側に引っ張ったりする筋肉があります。まあ、喉の外回りの筋肉ってことで外後頭筋って言ったりするんですけど、この外後頭筋のポジションをある程度整えてからミックスの練習しないと、外後頭筋のこのアンバランスな状態に閉鎖と振動を加えちゃうので、ちょっとなんていうの、音色的に不安定なミックスボイスになっちゃったりとか、よくありがちなのは喉が上がってしまうっていう癖を直してない状態でミックス系の練習しすぎちゃうと、ネイネイがこんな感じになります。ちょっと1オクターブでやってみると、ねい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 、こんな感じで、裏返っちゃいます。裏返っちゃいます。でも逆に、しっかりと喉のポジションをある程度引っ張ってキープするっていう力が、ちゃんと伝わってくると、まあ、このね、こっち側胸骨後上筋っていうんですけど、胸骨後上筋っていうのがしっかりグッて伝わってくると、チェストボイス、地声の元がですね、すごい安定するんですね。で、この筋肉だったりとか、軟口蓋ですね、軟口蓋に響きを当てていく、って響きを当てていくっていうのがある程度できてくると、こっち側ですよね、ネイの方向って基本的にこの舌骨筋群を主に使った、発声なんですけど、こっち側に持ってかれすぎるっていうことがなくなるんですね。どういうことかと言いますと、まずはネイネイネイ、低いところで、喉のポジションは定めます。で、もちろん高いピッチに上がっていくにつれて喉が上がっていくんですけど、それぞれを拮抗させるんですよね。ネイ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 、そうすると喉のポジションは過度に持ってかれた状態にもならないので、その中で声帯の閉鎖と伸展を行うことができるようになってくるっていう感じです。これが持ってかれすぎると、ねい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 、こんな感じで、完全に分離しちゃいます。はい。で、あとはミックスボイスとか高い声ですね、高い声を張り続けるとすぐにキロキロしちゃうとか、G4 とか A4 とか完成点付近が不安定で、逆に C5、ハイ C とかハイ D とかそこら辺の方がミックスっぽい声が出るんですよねっていう方も、喉の位置がかなり上の方に上がってしまったりとか、高いピッチャー出すにつれて喉がクッと持ってかれる癖があると思います。なので2つ目、この喉のポジションを下げる筋肉を、鍛えていくっていうのが、鍵になってきます。はい。次、3つ目、全部鼻にかかるですね。はい、全部鼻にかかる。どういうことかと言いますと、さっきも言いました、第1段階でボイストレーニングは喉を下げて軟口蓋を上げる、イコール、まあ、喉を開くですよね。喉を開いた、状態、プラス、横隔膜を使った、しっかりと体を使った発声っていうのが、習得できてないといけないんですけど、これができてない状態で、喉を上げる、エクササイズ、まあ、ミックス系のエクササイズをやりすぎると、鼻に全部かいちゃうね。要は鼻に入ったこういう感じの声とかが身についてしまって、で、あとは裏声とかも、うらあああああみたいな感じで細くなっちゃいます。おおおってこっち側に、広がりのある裏声の感覚が全然わからなくなっちゃいます。で、僕のところに来てくれてる方も、独学でミックスの練習してましたっていう方、結構最近来てくれるんですけど、もう10人いたら、10人いて、ある程度高い声がそれなりに出るようになってきました、けどすごく不安定ですっていう方の、この鼻にかかってる率と、喉上がっちゃってる率 100% です。なので、今回お伝えしたこの3つですね、横隔膜による加圧を知らない、喉のポジションの左右筋肉が弱ってる、全部鼻にかかる、これ絶対直してあげてください。で、逆に言ったら、この3つ直してあげるだけで、めちゃくちゃ発声が変わります、変わってきます。で、高いピッチももちろん安定してくるし、中高音とかはもっと出しやすくなると思うし、歌の中で使える声の種類っていうのも増えてきますし、自分の出したい音色に向かってトレーニングを進めていくようになると思います。最後に、ボイストレーニングですね、ボイストレーニング、トレーニング方法について、紹介しておこうと思います。
はい、でまず第1段階ですよね、横隔膜発声、チェストボイスですね。チェストボイスは G の4番まである程度出せるようにしてあげてください。で軟口蓋に響きを当てる裏声はまずは D の5番、レの音、レの音までしっかりとこっち側に引っ張れるようにしてみてください。で横隔膜発声の練習法なんですけど、こんな感じでですね、サシスセスのオスからズを入れてみてください。でこの時必ずスを出し続けたままズを入れてください。これ普段からしっかりと横隔膜使うとか加圧を入れるっていう癖が入ってない人だとズーってこの声帯で言っちゃうので、この息が消えちゃうんですよ。そうすると喉がヒリヒリしてすごく痛いので、必ずスーっていう風に出すようにしてあげてください。でこれを入れると分かってくると思うんですけど、このままちょっと巣を強く出してみてください。そうするとこのね、おへその下ぐらいかな、腰とかここら辺にすごいね、圧迫感というかグッてこうこらえる感覚が入るかなと思います。まあ、この感覚は重たいものをふって持ち上げるときとか、なんかこう体幹トレーニングでしっかりこう、なんだろう、腹筋の場合に力をこう入れて支えるみたいな、体の軸を作るみたいなにものとっていうものと近いと思います。でほぼ僕は一緒かなと思ったりもしてるんですけど、このまず支えがあるかどうかっていうのを確認しながら、この加圧をどんどん少しずつ強くしていただいてください。でそうすると大抵の人が揺れると思います。こんな感じで揺れると思います。これなんで揺れるかっていうと、まあ、説明長くなっちゃうので、まあ、この続きはですね、概要欄に最速上達 PDF っていう、まあ、今回の お伝えしている第一段階ですよね、横隔膜、チェストボイス、ヘッドボイス、基本的な発声を身につけるための、トレーニング内容だったり理論だったりっていうのを、50ページにまとめた、無料のトレーニング、書籍があります。 PDF があるのでそちらから参考にしてみてください。2つ目がチェストボイスですね。チェストボイスは G の4番まである程度出せるようにしてください。さっきのこの加圧がちゃんと入ってブレないような土台ができてきたら、今度その土台を使ってしっかりと子音ですね、子音。子音って何かっていうと、例えばガギグリゴのガだったら G と A でガだと思いますけど、子音ってのは G です。なのでガガガ、こういう感じで G ですね、子音をしっかりと強調して発声をしてください。これ日本人だとガガガって言っちゃうので、子音が結構遅いんですよ。子音が遅いと喉で言っちゃうので、すごい閉鎖が強くなって詰まってきちゃったりとか、この体を使った発声というのはできなくなっていきます。難しくなってくるので、はい。でこれでガガガガガって出してもらって、ガガガガガっていう感じで G4 までまず出せるようにしてあげてください。はい。でこの時に裏返っちゃうとか、ケロケロしちゃうとか、薄くなって閉鎖が外れちゃうっていう方は、しっかりと最初はもう声帯の閉鎖はね、ひとまずあんまり意識しなくていいので、しっかり加圧をキープしたまま声を張るっていう、意識でやってみるといいと思います。はい。これもちょっと豆知識なんですけど、ある程度やっぱり声張れないと、J-POP で高い声を出せてる、アーティストの方のような発声にはなりません。はい。ミックスの練習だけやっても、喉の中だけやっても、体と連動させるで、ある程度しっかり張るっていうのをやらないと、なんかカエルみたいな声になっちゃったりとか、なんかすごい細い声になっちゃうので、ある程度、ちょっとこう踏ん張って張るっていう力は、ね、練習は僕は大事だなと思ってます。はい。で次、最後ですね、軟口蓋に響きを当てていくです。でこれもですね、加圧と、今度はこっち側を意識してください。頭のてっぺんよりもちょっと後ろをイメージしながら、さっきと同じ子音をしっかりとスピード感を持って当てていくって感じです。ほっほっほっ、こんな感じです。でこれ加圧が弱いと、ほーほーほーっていう感じで、なんかこう素早くこう出したいのに、なんかこう濁っちゃうというか、なんか音が伸びちゃうんですよね。ほーほーみたいな感じになっちゃうんですけど、しっかり加圧が入った状態で子音のスピードを使うと、ほー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 みたいな感じで素早く出せるようになってきます。でこれでまずは D の5番、レの音ですね。ここまで、ちゃんと軟口蓋こっち側に当てるように、出してみてください。鼻の方に入っちゃうとこんな響きになります。こんな感じで細くなります。響きも狭くなりますけど、これが軟口蓋の方にはまってくると、こんな感じでちょっと後ろ側に広がりのある声になります。
この喉の引っかかりとか喉が上がる感覚も効いてきます。なのでまずはしっかり軟口蓋の方向に響きを当てていってください。で最後ですね、これがある程度できてきたら第2段階、声帯筋を入れていく、声帯閉鎖の筋力を入れていく、臨場向上筋をより柔軟にしていくっていう、まあよくある YouTube である、ボイストレーニング、ミックスボスへのトレーニング動画を参考にすればいいんですけど、皆さんは、前回も言うように順番が逆になっちゃってます。順番が逆になって、なんか足し算、引き算、掛け算、割り算が全然できてない状態で高校の数学をなんか勉強してるみたいな感じなので、めちゃくちゃ非効率だし、全然解けないままになっちゃってるっていう感じです。なのでまずはこの第一段階ですね、これをしっかりと、クリアして、その後、これクリアできるとですね、その後の第二段階の練習結構楽なので、結構すぐできちゃってするので、まずはこの第一段階、基礎の部分ですね、この基礎の部分をしっかりと、積んでみてあげてください。はい、でこの基礎については、本当に大変です。ぶっちゃけミックス系の練習よりこの基礎の方が大変だったりします。なのでこの基礎をなるべく最速で、なるべく、なんかこう瞑想をして間違った方向に行かないようにするためのトレーニング動画、トレーニング、PDF を概要欄から無料で今お配りしていますので、ぜひそちらで、まずは勉強してみてください。はい、じゃあ今回は以上になります。参考になったの、役に立ったのと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれて嬉しいです。ありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今ですね、2021最速上達 PDF ですね、アマチュア基礎強化編ということで、こちらプレゼントしています。どういうものかと言いますと、アマチュアの方がミックスボイスを習得していくまでに必要な、ここですね、腹式呼吸からミックスボイスまでに必要な基礎トレーニングを集約した書籍になります。ミックスボイスの出し方とかコツとかじゃなくて、ミックスボイスを歌いで使うまでに必要なトレーニングをまとめています。なんでこの書籍を作ったかというと、そういうのに悩んでる方がめちゃめちゃ多いからです。正直自分がどの動画とかどういう練習を今したらいいか、その自分の発声が取れるのかわからない、困っているっていう方とかですね、ボルトの理論とか、こう図解でこう体のこと、喉のことをちょっと勉強してみたいなっていう方に向けた、内容でございますので、ぜひね、悩んでいる方は一度手に取ってみてください。概要欄の方から無料で受け取ります。じゃあ今回は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。ありがとうございました。